の記憶らは、なんとですね、鶏肉無限装置を作って、もう鶏肉、本当にもう食料危機からね、もう脱出いたしました。ありがとうございます。スーパー残酷マシーン。いや、それは偽善者だと思うよね。やっぱ生きていく上で。違いない。ありがたみを持つっていうね。そうさ。今回のね、記憶らではね、また発展させていこうかなと思ってますんでね、よろしくお願いします。素敵なものを作りますよ。そうね。どうも皆さん、こんにちは。キヨキヨです。はい、今、バズドラやってました。この人、バズドラやってました。LINE 見てました。キヨキヨです。そしてアイオツです。オーロです。今日もキヨクラやっていきたいと思うんですけども、はい、今日はね、ピラミッドをちょっとね、いじくり回していこうかなと。いじくり、俺は殴ってるだけ。俺は殴ってるだけ。そこに大原がいたから。そこに大原がいたから。バンク薬やってます。ごめんなさい、ごめんなさい。ということで今日なんですけど、あのね、覚えてますか、大原さん。絶対大原忘れたでしょ。はい、これは2階にやってきました、ピラミッドの。絶対大原忘れてるんですけど。はい、何でしょうか。こちらですね、鶏肉無限装置作ったんですよ。忘れてねえわ。最近作ったやつね。バカがよ。で、まあこれ鶏肉無限装置、あのね、すげえ簡単に作れるんで、前回の動画で出してるんでね、ヨクラ87とか調べると多分出ると思います。はい、で、はい、こちらゴミしか入ってないか。これゴミしか入って、ゴミとか言っちゃあれだけど、これは誰が入れた。それはね、わからない。それはまあまあまあ、こういうところで、まああの鶏肉がね、こうまあ自動で出来上がるよっていう。だからこれ待ってれば、こう鶏肉どんどん増えていけば増えていきますね。そうだね、っていう感じなんですけど、これをちょっとやっぱ施設化していきたい。だから今日建築動画でございます。久しぶりだね。あのね、嬉しいことにね、キヨキヨマジなんか建築力上がってきてるよお前みたいに言われて。俺それ思う。いや、それマジで嬉しい。なんか成長を褒められるってマジ一番嬉しいんですよ。身長伸びたね。ということで作っていきたいと思います。で、今回の作りたいものは、はい、言うてもここピラミッドなんで砂岩で作りたいなと。まあ統一した方が綺麗ですもん。でも砂岩がないんだよね、1ミリは。大原家にある。大原家にじゃないんかな。あれ大原家こっちじゃない。その隣の家ですね。隣の家か。いやーマジでサウナ行きて。いやサウナね、サウナ。おい、サウナ作ろうぜ、マイクラで。溶岩垂らしまくって。あれ今日サウナ作る。いやいや待って、それはちゃうでしょ。サウナどうやって作るんっていう。あ、あとめっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。砂か砂岩かが。なので、まあまあこの辺はちょっと、まああの盗みつつくすねて、大原の家からね。じゃあ俺ちょっと砂岩取ってくるわ、普通に。え、なんかほらめっちゃ敵湧いてる、ほら。とお前ら処刑。ここ真っ暗すぎる、ここ。あ、ほんと。ジャンピングアタック。あれ、ジャンピングアタックアタックアタック。よし、ちょっと前にさ、シュルカーボックス山ほど取ったおかげでさ、マジで使いやすい。いや、いいね、ほんとに。シュルカーボックスはありがたみ気づいて、あの、この前メサに置いてってたけど。いや、でも、なんか、その、まだ俺慣れてないというか、ちょっと。あー、まだ恩恵をね。なんか、その、すげえ、色とか名前ちゃんとつけないとダメじゃん、なんか。あー、つけた方がわかりやすいね。じゃあちょっと俺も早速作ってみていいですか。お願いします。ちょっと家っぽい感じで作っていこうかなと思うんですけど、このレールいつ撤去するか問題とかもね。確かに2階上がる階段もぼちぼち俺欲しいんだよ。確かに、そう、ね、そこはじゃあ次回作りたいなって思って。あ、オッケー、分かった、うん、なんか毎回さ、エリトラで飛んで壁にゴーン当たってやるか、めんどくせえあれみたいな感じになっちゃうからね。じゃあ作ってきたと思うんですけど、どういう作りからしようかな。じゃあちょっと作ってきますかね。そしたら、どうしようかな。おしゃれにしたいけど、まあ一旦はちょっと壁作ろうかな。キヨキヨ建築大臣、キヨキヨ建築大臣、はい、ちょっとなんかおすすめのないっすか。なんかやばい、今日どうしようかすげえ迷ってる俺。俺がよくやるのは、柱とかを立ててから、まあ壁とかその奥行きを持たせる感じで。いや俺一回ちょっとあの、一、はい、回ちょっとこれ豆腐作るんですよ。一回今回作戦、お、来た、一回豆腐作戦。俺何も言っちゃダメなやつ。そうそうそう、わかりました。そう、あのキヨキヨ3分クッキング。だって小学生がさ、お母さん料理するよっつってさ、お母さんが「いやそこは大さじ3!」みたいな言ってたら嫌でしょ。嫌でしょ、そこ。まあ確かにな、うん、確かにちょっと見たくないかもしれない。失敗してほしいじゃん、子供にはさ。ここのベッド壊していいの？ダメだよ。あ、なんで壊すんだよ。壊しちゃった。え、大原寝てた。俺寝てた。まあいいや、適当にやるわ。もしこれで死んだら、大原とんでもないとこがスタートするよ。元祖キヨキヨハウスから俺はスタートするって。それはね、逆に見てみたい。ちょっと20分ぐらい時間かかる。リアルに20分だよね。あれで帰るからちょっと待っててくれ、その時。やばすぎーっていうね。はい、あ、てか聞いてくださいよ。え、雑談いいっすか、雑談。あ、はい、お願いします。てかマイクラ動画って、てかそもそも雑談だよね。だって俺のマイクラ動画9割雑談で
完成されてれば。その昨日、はい、あの僕ちょっとあの、ま、結構あのリフレッシュの日にしようと思ったんですよ。はい、で朝だから3時間だけぐらい仕事して、もうちょっとこう今日はリフレッシュしようと思ってスタバにこう2時間ぐらいいて、そっから2時間ぐらい散歩してまたカフェ3時間ぐらいいたんだけど、前に住んでた家、まあちょっと一応地名は伏せるけど、前に住んでたところを2時間ぐらい散歩したんですけど、マジエモすぎて俺死にそうだった。行きたかった。だってさ、いや俺さ言ったらさ、この1年間でまあいろいろな経験させていただいたわけですよ。はい、まあ、いろいろな人にもお会いして、そういう中でさ、ここの土地で住む経験がなかったら今の俺ないんだなみたいな。なるほどね。もうエモししそうだったっていうね。エモし、いいなその日々。でもそれで言うとさ、大原さこれから引っ越すわけじゃん。あーそうだね。だから実家周りとかもうめっちゃエモくなるんじゃない多分。あーまあ確かにな、ちょっとね久しぶりに帰ったらあーとかなるかもしれない。確かに、あーここで悩んだなみたいな。いや俺あるわけよ。いや俺マジで前の家住んでた時に、あーここの公園で夜モンスター飲みながらなんか気分転換したなみたいな。で確かにエモそうだ。これからマジなんか動画めっちゃ撮んなくちゃいけなくて、なんか結構なしんどいなみたいな。はい、めっちゃ動画本数、そのなんかさ、まあ、大原だったら分かると思うけど、撮りたい動画ももちろんあるんだけど、なんか時間で撮んなきゃいけない動画とかもあるじゃん。あーある。うわーこれからもうちょっと寝れねえみたいなっていうのがねあったりもしたから、エモかったなっていうね。いいないい話。ちょっと待って、俺羊毛取ってきていいですか。あ、いいですよ。ちょっと俺おしゃれアイテム、おしゃれアイテム使うんすか。羊毛をちょっとチョイスしようかな。楽しみだ。羊毛ってさ、でもさ建物に毛が生えてるってちょっと違くね。フェルト生地の壁って思えばあんまよくはねえな。でも本当にこの記憶らちょっとエモいね。本当はただのさ山だったわけじゃん。山どころかデコボコの砂漠でしたか。ねえそうだよね。本当にだって11月僕覚えてるんですけど、11月の15日か確か動画あげたんですよ。でまあ今も言った3月でしょ。4ヶ月近く。なんかゾンビ時々湧くよね。なんかここ湧くね。時々ゾンビいるんだよな。ちょっと邪魔だなあれ。このちょっとね柱をねこれちょっと羊毛にしていくっていうね。あー凹凸で下はちょっと俺石にしたいな。それはなんか白色の素材がいいってこと。そう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 。キュウキュウさん、はい、ネザーに最強の白い素材ありますよ。ネザークォーツ。ネザークォーツ。そういう俺カタカナ嫌いなんだよ。すいません。カタカナ言ってくるやつは嫌いなんだよな。ちゃんとネザース水晶みたいな、ちゃんと別の名前ありますよ。暗黒水晶みたいなやつ。いやいや、もうそういうさ、そういう暗黒水晶とかも中二病じゃん。何言ってもたぶん羊毛使うやつだ。あ、出た、寝てる。寝ますよ。いや待って、俺石だけ欲しい。石だけ。あ、俺酒いっぱいあるよ。いや違う、石。俺ら寝る必要ある。ないじゃないけど。ないか、じゃあ寝ないことになりました。じゃあ起きます。まあそんな変わらんもんね見た目。まあそうだね。まあ外がちょっとなんかまあ怖いなっていう。で守るべきものもないじゃん。怖いな怖いなって。まあ、の2階にあの修繕の村人が収容してるから。ああまあそれがさえ、ま、生き残ってくれればそこだけだよね。何でもいいかは。よしちょっとこの下をね、この下を石で埋めたいんですよ。下を石にして、はいはいはい、どうですか皆さん。なんかいい感じになってるよね。このいい感じの施設感というかね。このあ本当だ、羊毛すごいね。センスが光ってるよ。うわーなんかでもちょっと羊毛のちょっとやっぱふわふわ感が拭えないよね。あのねちょっとボフモフ感が。いい素材ありますよ。なんすか。骨ブロックです。あーいやーでもほら今日羊毛かな。逆に羊毛でちょっとやってみたい自分もいるっていう、ね、あ挑戦ね。ちょっといや大事マジで。マイクラで、うん、試しに使ってみるってマジで大事だから。確かに確かに。そこで新しい組み合わせが見つかったりするんですよ。うわそうやってさなんかちょっとなんか初心者にも優しい大原感出してさ。俺今日ファンに媚びていくから。そうだよね。ちょっとうまく編集で思いましたよ。編集でなんかこうあれでしょ、すごい感動的な BGM 流して。そう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 、初心者にも優しい大原みたいな。ちょっと俺の顔の前にあのキムタクのやつパネルはめといてよ。なんでだよ。キムタクさんってさマジで男から見てもかっこいいよね。かっこいい。あれ生き様がかっこいいというかね。よし、いい調子じゃない。でもなんかちょっとうわ窓欲しいな。うわなんかすげえここら辺ダサい。よしでここに出させていただいて、でよいしょ。なんか天井にさ、うん、なんか地上絵の逆版作りたくね。テク上みたいな。そんなのができると思ってるのか。すいませんでした。そんなおしゃれな。申し訳ありませんでした。謎に切れる。怒られた。これどこまでこれさあ、どこまでこれ天井つけるかは悩ましいな。あーでもセンスだよね。そういうことだよね結局ね。まあ、結局やっぱそういうとこ自分で答え出せる人間が強いっていうか。いやそういうことだよね。あれこれ羊毛って何が一番早いの。ハサミか。ハサミとか持ち歩いてる、持ち歩いてる人いんの。まあ、剣とかでも、まあ、変わんないな。斧でも何でも変わらん。ハサミなんか鉄2個でできるなら作ってきなさいよ。甘い。甘いか。わ
昔は甘いか。おい、最近美味しいご飯食べたいとかないの？俺最近美味しいご飯を YouTuber と食べに行かないと、最近カップ麺とかが多いんだよね。珍しいね。いや、あと炊き込みご飯。炊き込みご飯やばい、マジで。偏ってるっていうわけでもないよ。いや、偏ってますよ。俺その、今もう時間が、時間効率中なんですよ。だからもう、その外出の時間がもったいない。外出とか絶対しない、もう100しない。サウナやめとく？いや、サウナはいい。サウナは別わけだもんな。サウナはいい。ちょっと圧迫感な、見た目、外から見ると若干いいんだけど、内側が圧迫感ある。内側圧迫感あるから、この辺開けとくか。それこそね、いろんな左官ありますから。左官には、なるほどね、ヘイブロックとかね。ああ、そういうことか。そういうのを合わせていくと割とかっこよくなったりするから。そういうこと言っちゃう。そう、俺今日露骨にファン増やしていくから頼む頼むわ今日。一応鶏肉マシン一回起動したっぽいわ。あ、ほんとに鶏肉増えた。いや、羽だけ入ってる。おお、なるほどね。オッケーオッケー。まあまあまあ、そういうちっちゃな進歩よ。そういうことや。ちっちゃな進歩の積み重ねが、まあそうですね、まあやっぱりずっと続けて。あれ、わかった。ここ、ここ、ここね、滑らかな砂岩というか、模様入りの砂岩にするんですよ。よし、じゃあ、キヨキヨさんがちょっと建築に勤しんでる間、勤しんでる間、俺、なんかやってほしいことある。まあ、そうだね。一発ギャグと言わないけど一回やっとこうぜ、じゃあ。アディダス。よし。絶対、温めといたじゃん。いやいやいや、絶対温めてたじゃん。ナイキの派生でしょ。ああ、面白いね。だろ。これ俺、使われると思ったら俺、死にたくなってきた。死のうか。死ぬとか勝手に言うんじゃねえ。マジのやつ来るじゃん。マジのお怒りじゃん。やめてよ。死ぬとか言うんじゃねえ。俺何やればいいんだよ。指示待ち人間かこれ。すいませんでした。ちょっと村人出てくる俺。そしたら、わかりました、お願いします。なんかいい感じにしたいな。おしゃれじゃなかったらありえんぐらい切れる。ありえんぐらい切れる。ああ、それ怖い。この家から皿なくなるよ。皿なくなる。皿全部窓から放り投げれば。それは草。本当に草だと思ってんのか。やべえ、腹減ってきた普通に。え、腹減ったくね。これ昼飯カップ麺食ったけど、昼飯なんか食ってたよね。ホットモットで大盛りのカツ丼買ったからさ。あ、カツ丼食ってた。そういえばあれめちゃくちゃ量多くて。ホットモットさ、いいよね。いけてるよね、マジで。安くて量多いんですよ。いや、思う。あの、ホットモット俺絶対唐揚げ行く。ああ。唐揚げ、違う、唐揚げ10個パックとこう白米に行く。はい。それでも1000円いかないでしょ。いかないいかないいかない。いや、まあ800円、いくっけな。890円とかかな、言うて。ホットモットね、普通になんか普通のラーメン食って1000円ぐらいするじゃん。ホットモットラーメン売ってんの？いや、ホットモット売ってる、普通の外食のラーメン。ああ、普通の外食のね。そういう考えるとやっぱホットモットで普通に弁当買うの安くてさ。確かによく使っちゃうの。なんかちょっとおしゃれじゃね。なんかいい感じで出てるよ。なんかなんか神社感あるね。鳥それ。もう分かんない俺も。分かんない分かんない俺も分かんないんだよね。洗車機でサジで焼けた今。いや、そうなの。いや、分かんないのよね。ラナの自分の立ててくださいっつって、これ何ですかっつったら、わかんない。わかんないかって。いや、でもやっぱその幾何学的文様なわけよ。模様じゃなくて文様なんですか。え、幾何学的文様っていう表現じゃない。ちょっと、そっか。いや、でも俺これで煽って違かったら嫌なんです。これどっちも怪我するパターンじゃない。そうそうそう、だからそこやめよう。あの、答え知らない方が幸せなんで。そうそうそう、やめとこう。あ、見てください、このね、謎の凹凸をこうつけることでおしゃれにしていくスタイル。凹凸つければいいと思ってんのかよ。凹凸つければいいと思って。その通りだよ。はいはい、見てください見てください。これ、え、おしゃれやない。やるねやるね。これはキュキュくんやるね。キュキュちゃんやるね。言われたい言葉ナンバーワン。やるね。おお、なんかいい感じになってるよ。ちょっとこれ囲ってみようかな。カコチンさんで、ここカコチンさんさせていただいて。おお、いいいい感じいい感じ。ちょっとここカコチンさんさせていただくといいんじゃない。あれ光ってる。あれ、なんかいいぞ。あれ、いいぞ。で、羊毛ちょっとなんかすげえ主張激しいな。でも羊毛があんまピンとこない。いや、これはこれでいいのかなーとか思うんだけど、羊毛のやっぱふわふわ感はちょっと拭えないよね、ぶっちゃけ。まあ、羊毛はちょっとね、ふわふわしてるってふわふわしてるからね。なんかそうなのよ。なんかこう大原が好きな女の子のタイプだね。じゃあ俺知らんかったな。それは俺も知らんかったわ。え、大原ってどういう人が好きなの。なんかその話をこのチャンネルなんか何回もした記憶あるけどな。え、あの、あれだっけ、あの、メガネの人が好きなんだっけ。あ、メガネ好きっすよ。ずっと言ってるよね、むしろ昔から言ってるよね。それギャグじゃなくて。いや、ギャグじゃねえっすよ。ギャグっていうの。なんで俺ギャグっすよ。お前メガネディスんなよ。違う、ディスってないよ。ふざけんなよ。いや、メガネの人ってだってメガネ履いてるだけじゃん、それ。履いてるじゃねえよ。履いてる。メガネをさ、つけてるだけじゃん、それは。いや、ストーリーがあるんですよ、目をメガネをかけるに至る。かけたことないですか。いや、わ、ないわ。それ逆に教えてほしいよ。それはちょっと大原チャンネルで。
いや、いい感じにできてきたよ、なんか。いい感じになんかなってきてるんだけど。ドア作んなくていいかなー、なんか。ドア作ると圧迫感出るかな、みたいな。もうすぐアクセスできるのが逆にいいというかさ。まあ、その辺もセンスですかね。でも、できたよ、これ。ドアの前に、カワツバ置けば自動ドアになりますから、一応。いや、そういうのはちょっとやってないですよ、じゃあ。ああ、失礼しました。それは、失礼つかまって。そういうのうちではやってないですね。店にないメニュー注文しちゃったね、今。そう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 。それは申し訳ない。ラーメン屋で焼きそば頼まれてもさ。それは俺悪い。もう完成っす。完成っす。はい、完成。いやいや、屋根屋根屋根。天井ダサくない？ダメ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 。え、屋根上ダサくない？屋根だっている？うわ、出た。虫入ってきちゃうそれ。別にだってこれ大きい建物だから屋根いらなくないみたいな。ロマンがない。いけない、その発言は。確かに、それは良くないな。それは良くないな。じゃあ俺もじゃあ本気出すよ、じゃあさすがに。屋根をちょっとこうね。屋根どうしよっかな。俺のセンスってことでいいっすか、じゃあ。見せてください、俺たちのセンスを。あ、見せた。地味にさ、なんか治療中とかに、あ、やべっとかさ。見せたってことでちょっとやだよ。マジでやだ。治療中にアミスタはやばいでしょ。それ事件でしょ、それは。あ、マジか、とか。あ、やべ。俺そこ二度と痛くなるもん。歯医者で、俺らであるのは歯医者だよね。ああ、よく歯医者トークするね。だって俺らで、だってその手術とかまあまあ嬉しいことあんまないじゃないですか。怪我も大してしないからね。うん、まあ、あるとしたらその虫歯ができたとか、そのぐらいだから。そうそうそう。だその時にウィーンってやってる時に、あ、やべ。やだな。で、で、それの言い訳が、あー、磨かないからだよって言われたら嫌やない、それ。いやいやいや、お前それ仕事やん、それ仕事やんみたいな。二度と行きません。なんだったら僕動画で言いますね、それ。それは俺も動画で言うね。あいつ何なんだっつって。さすがに舐め腐ってるよな。ちょっと許せねえよ。許せねえ。そう、歯磨かないからとかいうのを言い訳にされたら切れるな。シンプルな煽りだ。逆に歯医者さんでさ、やっぱ歯、虫歯できないんかな、やっぱり。でもだってもう、やっぱもうこうしたら虫歯できるとかさ、まあ分かるわけじゃん。人一倍気をつけてんじゃない、やっぱ。なるほどね。みんな歯医者、歯は大切しないとダメだからな。大原あれ、歯大事推進協会代表だよ。俺は歯は粗末に過ぎても今大事にしよう精神科入ったから。ちょっと俺もそれやん、入ろうかな。歯磨き粉大事なんだ。あ、歯磨き粉から入るんですか。あ、もう僕の使ってる歯磨き粉、フッ素が1457g だか mg 入ってるんですよ。普通の歯磨き粉よりもなんかそれ多く入ってるらしくて。なるほどね。綺麗になるというか、ツルツルになるみたいな。でもさ、そのさ、カレーとかってさ、ダメなんでしょ、やっぱり食っちゃう。本当に白いの保つとしたら。俳優さんとかで聞いた話によると、もうカレー食わないみたいな。カレー、コーヒー絶対食わないみたいな。歯を全部削っちゃってインプラントにしてるみたいな。なるほどね。それ聞いたことあるな。だからそこまで俺しないよっていう。それは嫌じゃん。いやいや、そこまでしないとダメなんですよ。前歯全部削れますか。俺はね。絶対削んない。俺しばらくそれ値段にするわ、そしたら。いやでも前歯削るとかちょっときついよね。削るで思い出したけどさ、なんかこう、はい、目も削るらしい、削れるらしいじゃん今、レーシックとかで。レーシックってそういうことなんか。カンナみたいなやつで目削るらしいんだけどさ、怖くねっていう。削って新しいのをこう、そうそうそう、なんか表にするみたいな。やば。まあでもさ、別に歯も俺ら治療でグリグリいってるからね。間違いねえわ。体は大事にしていきましょうってことっすもん。いや、そうだね。でもその割にさ、はあ、体大事にしようとか言ってる割にさ、大原さ、プロテインとかタンパク質ちゃんと取ってる。飯は食ってるよ。だから飯で取りきれないんすよ、タンパク質って。いやでも俺プロテインね、たまにコーンフレークに混ぜて一緒に食うんですよ。相当カロリーモンスターだなと思いながら食ってるんですけど、ダメ、足りない。やっぱ足りないよね。この前行った時さ、食事制限してたじゃん。してた、ギョギョさん。うん、そしたら辛いとか言いながら撮影に影響が出るって。いや、あれ俺きついマジで。食事制限だから、俺筋トレをさ1年とかやってるのに、たまにさ、こうわーって言ってお腹が出た時にさ、あれ、ギョギョさんお前筋トレしてるんじゃないですかみたいに言われるんだけど、その減量をしないとそもそも絞られた体にはできないですね。筋トレで体を大きくして、減量で余分なとこ落として、でまた筋トレして太って大きくして絞るみたいな繰り返しなんですか。3ヶ月に1回ぐらいこう減量期みたいなのが設けた方がいいとかないとか、そういうのあるんだけど、その減量をするとさ、もう仕事になんないんだよね。撮影してる時辛いっつって、ちょっと俺、まあ、ちょっと喋れねえみたいになったもんね。喋れないって言われた時終わりじゃんの、ほんと。動画撮るのに喋れないって何。いやでもそれぐらい結構しんどかったんよね。マジ帰ろうかなったん、マジ帰ろうかなって。すぐ帰ろうとするやん。この人帰るよ。気づいたら帰るじゃん。撮影終わったら15秒で今畳むんで。なんか村人がなんか村人増えてんだけど、何どうなってんの。
俺が村人を拉致ってきた。ここになんかいろんな職業置いとこうかなって。なるほどね、それいいね。さあ、そうこうしてる間にキョウキョウ選手、はい、見てください。どうでしょうか。ダメ答える前からもうなんか大原さん、ダメ。なんかちょっと、あ、ここ抜けてんな。なんか隙間空いてね、これ。隙間空いてんね。ちょっとバレないでしょ。いや普通に直してくれよ。うわ、怖っ。怖いよ大原さん、怖っ。そうだ、怖いよ。最近鬼教官として名高い。裏じゃ俺竹刀持ってちって吠えますよ。怖っ。本当に怖い人じゃん。俺ら小学校の時さ、はい、傘振り回してるおばさんいなかった。いた。小学生だけさ、てかいたらしい。いや俺見たことある、見たことある。マジか。あ、そっか。俺は別ルートで帰ってたから。マジで振り回してるんですよ。水筒じゃないの。いや、傘だった、長傘。俺は水筒何の話だよ、マジで水筒をこう振り回してるおばさんがいるってのは聞いてた。やばいよね、普通に考えて。恐怖でしかない。普通にやばいよね。ザ・不審者じゃん。小学生に当たったら死ぬじゃん、ワンちゃん。普通に死ぬね。ここ絶対クリーパー湧きます。なんとかしてくれよ。絶対クリーパー湧きます。こう断言します。なんとかしてくれよ。明るくしてくれよ。松明取ってくるわ。松明結構枯渇してね、俺らんち。石炭が多分どっかにまとまって入った気すんだよ。でもマジちょっとローハラハウスに預けるわ。ちょっと砂岩とか、せっかくだから。石炭無限とかないの。あるよ。マジ昔パート3とか2ぐらいで打診したら、それはロマンがないって言って一瞬で却下されたよ。やろうぜ。石炭無限っていうか、ウィザースケルトントラップっていうやつか。あ、それか。ウィザースケルトントラップ。そうそう、あいつ石炭を落とすからさ。あ、そうなんだ。ついでに石炭が溜まるってやつあるんだけど。じゃあちょっと俺、石炭乗ってくるわ。いいよ。石炭って、あの、俺らの家にあったっけ。いや、あるあるある。あったっけな。なんか俺だって松明ないもん、マジで。あ、石炭結構あるわ。これに棒でしょ。そう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 。よし、これでですね、このシーン。なんでもね。どうしたん。なんか屋根が追加されてる。大原くん、また寝ぼけて。寝ぼけで変わ。てか俺もう花粉症つらい、マジで。確かにそうだよね。大原がね、笑うんですよ、花粉症の俺を。花粉症は根気が足りないみたいな。全部言ったことないけど、まあ、改めて笑う。花粉症はね、根気が足りないんですよ。どうした。おい、大原のチャンネル炎上させようぜ。世界一たちは。花粉症の人マジで多いから。花粉症的に回すと良くないかも。良くない。いや、結構良くない。花粉症ね、辛さ分かるっすよ。鼻水止まんないわ。ダメ。分かってるふり、それは。その甘いか。いや、女性って毎日やっぱ化粧しなきゃいけないの大変じゃないですかみたいな。分かるよ、辛いのみたいな。うぜえ。いや、マジ女性ってマジで俺大変だと思う、本当に。違いないね。いや、違いないねとか言ってるけど。あれ強敵。いや、たまに言うじゃん、なんかこう、俺女性のこと分かってますよかみたいな。だからね、何が分かんの。いや、いや、俺もそのさ、変なことさ、女性の話になってさ、あのね、甘いみたいな。お前は誰だって。それ大原がよく言ってくんな、俺に。おわー、で、ゾンビいるぞ、ゾンビ、ゾンバーワールド。今日の究極さん敵だ。もう、楽勝閉じるよ。ちょっと俺脇潰し大臣になるわ。だってゾンビがさ、中間らへんまでいるってことがヤバいことだよ、それ普通に。まああんまりよくはないね。そういえば、キョキョさん、どういる、はい、こっち来てくださいよ。こっちってどっちだよ。すいません。それは間違いない。どうでしょうか。いや、どうしたの。実はですね、はい、こっちの焼き鳥ソース見ましたか。いや、見てない。ちゃんと機能してましたよ。マジか。中身は。おお、焼き鳥できてる。いや、でも結構な時間かかってない。まあ、もうこれは親鳥が少なかったから。なるほどね。そもそも鶏が生まれてなかった。じゃあ言ったら、まあもう時間をかけて焼き鳥無限にしましょうよっていう。そう、だってこれも上見てくださいよ。3匹の可愛い小鳥ちゃんたちが待機してるわけですから。うわ、待機とか言ってる。うわ、悲しいわ俺。正直この焼き鳥装置ね、触れれば触れるほど自分の身燃やすっていうの分かってるから。確かに。絶対こうクリーパー湧くよね。見てこれ、すごくない、このクリーパーの湧く感じ。あ、絶対湧きそうだね。ハンブロックかね。あ、違うね。いや、階段湧きますね。湧きますね。あああああああ、にぎわってきましたな。にぎわってきたよ、本当に。なんかこのネザーゲートの後ろになんかつける。ネザーゲート。そうそうそう。後ろってどういうこと。これなんかさ、後ろ透けて見えるじゃん、一応。うん、後ろに巨大ななんか顔とか。なるほどね。え、それいけてるね。ちょっと透けてるからぼんやり見えたりするよ。いいんだよ、やってくれても。やってくれても。俺やるんすか。ああ、いいんだよ。やらねえわ。大原よく言うね、いいんだよって。俺は別にいいけど。ちょっとこの辺にゾンビ湧いたらもうこの人たち死ぬから、絶対に湧かないようにしよう。違いねえ。もう炎を焚きまくり、安全が保証されてる家です。いいんじゃないですか。どうすか。それで、ゆうかさん待ってくださいよ。どうしたの。僕の働きを見てください。やべ、ニワトリ全部逃げた。やっちまった。やっちまりオデッセイじゃん。うわ、最後の最後でちゃんと仕事しますね。これは
仕事しませんで、ね、これどうしたらいいん、これは。これはほっときましょう。これはじゃあちょっとあの楽しい仲間たちということで、あの僕は裏で何とかします。まあでも楽しい仲間たちとしてはなんかお庭みたいな感じでいいんじゃない。あの俺はね、実は後ろのこの鶏肉のスペースを増やしたんですよ。ホッパーを増設してスペースを広くしたんですよ。この中に入れば餌をあげられるようにっていう。おお、確かこれ増やせるんだね、どん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 。でそしたら半分ぐらい逃げてった。すごいな。でもえ、これ大原どうやって出んのそれ。いやもうこの中にはしごついてるから。あ、大原だけ出れんのか。なるほど、ね、いやこれいけてるな。てかつまりこれあの鶏のスペースを大きくしたってことだよね。そう、その、うん。さっき言った。それ言った。なんでそれって言うんですか、意地悪な。俺さっき言ったこともう一回繰り返した。びっくりしちゃったよ。いや、いいんじゃないでしょうか。で、俺さらに仕事しましたから。はいはい、はい、どうでしょうか。これ右側に実はレバーついてるの気づきました。あ、ついてた。そういえばこれ常にカチカチ鳴らないようにしたんですよ。いやそうそう、こうカチカチ鳴るのがうるさかったりするわけですよ、マジで。動画投稿しながらね。うん、まああとはここで普通に作業しててもさ、チッ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 って。それがやかましいと。確かに、ね、そのレバーオンにしてみてください。いいですか。ペチッしました。こんな感じで中に溜まってた分が一気に全部出るようになる。使わない時はこうやってお湯にしとけばうるさくもないっていう。確かに、なるほどね。あ、ホッパーのそれはオンオフスイッチってこと。ここのそうそうそう、そこにピストンでこのオブザーバーを動かせるように。あ、はい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 。オブザーバーがこう顔合わせになるようにっていう思いで。あなたね、すごい。ありがとうございます。ほんとミスター、聞いてよ。大原はさ、おめえほんとさ、すげえ施設作ってさ、すげえ装置作ることしかできねえんだよ、おめえは。上戸さん赤点だぞ。なあ。でも俺からするとやっぱすごいけどな。簡単なことしちゃう。ということで、はい、今日はですね、こちら記憶でやってたんですけど、いや、終わりながらいい家ができた気がします。はい。でもちょっとスペース取りすぎじゃね、なんかちょっと。いやいやいや。いいっすよ、こういうのが。こういうのがいいんすよ。でもそれで言うとさ、このピラミッドもさ、結構飽和状態になってきたくない、なんか。確かに。まあそんなことないか。まあ俺ん家の裏とか、まあ割と。上がちょっとまた忙しくなってきたから。ちょっと忙しいよね、上ね。下がまだ空いてる部分あるから、そこちょっとまた下埋めていきたいね。うん、いや、また今度はいいな。 A 地区、B 地区で対決しようよ。ああ、確かに確かに。建築対決的なね。楽しいな。うわ、見て、こっから見るともうなんか、え、おい、いい、どうしてるのこの。超いい、超いい、超いい。ということで、この発展もね、ぜひも楽しみにしていただければなと思います。この記憶らですね、毎週2回ぐらい投稿しておりますので、ぜひ皆さんこちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてこちらにはですね、一番最初の回からパート1から最新回まで全部入ってるね、再生リストありますんで、まだ見てない動画ある方ぜひも そちらね、チェックしてみてください。そして説明欄にはね、大原の YouTube チャンネルリンクありますんでね、まだチャンネル登録してないからそちらも見てみてください。お願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。